こんにちは、トバログです。今回の動画はパナソニックさんの提供でお送りします。というわけで今年もね、もう9月になってしまいましたね。今年は結構波乱の年で、もう初めの頃からね、どういう風に過ごしてたかわかんないまま、もう夏が通り過ぎて秋になってしまったわけなんですけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。というわけで9月になってるわけなんですけど、今なんかね、防災週間らしいんですよ。まあそのまんまなんですけど、9月1日が防災の日で、その週間がなんかね、防災週間というらしいです。今まであんまり防災とか意識したことなかったんですけど、まあせっかくね引っ越してきたばっかりだし、まあ、今回はねそういう意味もあって防災グッズとかをちょっと見直していこうかなという感じで動画を撮っています。皆さん家に防災グッズとか置いてますか？防災グッズって結構選ぶの難しいですよね。なんかリュック型のパッケージ化されたものが売ってたりとか、結構大型のケースで売ってたりするじゃないですか。で結構ねガチで選ぼうとするとめちゃくちゃ重くなってくるし、本格的な機材って意外と高いんですよね。で食品とかもちゃんと入れとこうと思うと、割とこう定期的に見直さなきゃいけなかったりとかで結構めんどくさいんですよね。まあ、とはいえ最近結構やっぱり災害って多いじゃないですか。日本ってよく災害の国みたいな言われたりしますけど、本当に地震も多いし、最近だとやっぱり豪雨とか台風とか、そういう状況に自分がなるってことも本当にね確率としては高いんじゃないかなって最近思うんですよ。で実際僕自身も2011年のあの東日本大震災の時って福島県にいたんですね。で福島県に住んでて、その時は高校生で、まあ、器械対象の練習とかをしてたんですけど、いきなりこう大地震が来てすごい街中が混乱してっていうのがあって、で幸い僕自身はその津波の影響とかがなくて、まあ、内陸部に住んでたんでそんなに大きい災害っていうのはなかったんですけど、二次災害っていうのは結構ひどくてですね、まあ、例えばライフラインが全滅するっていうのがあって、水道から水も出ないし、ガスとかも動かないし、ネットもつながらないし、まあ、電気もね僕のところはギリギリ大丈夫だったんですけど、ちょっと隣町に行くと停電してたりとか、あとまあ僕おじいちゃんおばあちゃんがいるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんのところは本当に全てのライフラインが壊滅してしまって、まあ、実際電気も通らないんで連絡もね1週間以上取れないっていうことが続いたんですね。で当時としては本当に地震が来るなんて思ってなかったんですよ。なので全くこの防災グッズとかも準備してなかったし、それはそれでねすごい大変だったんですよね。若干やっぱり災害というかそういうのが頭の片隅に残ってて、まあ、なんとか防災グッズとかまとめとかなきゃなっていうのをずっと思ってて、まあ、そのタイミングでちょうどこういう話をいただけたので、まあ、今回はね自分なりの経験上、まあ、こういうのがあったらよかったなみたいなのを踏まえた上で、まあ、防災カバンを作ってみることにしました。まあ、本当に防災グッズってちゃんと準備すればするほど、まあ、グレードが高いものとかいろいろあったりするんですけど、まあ、それをしすぎてしまうと逆に重たくなって持ち歩けなくなったりとか、あとまあすごいお金もかかってきてしまうんで、今回は気軽に用意できてなおかつ自分で持ち運べるっていうのをコンセプトに、まあ、このリュックサックの中に全部をまとめてみました。というわけで早速この中身を紹介していこうと思います。まあ中にはねどんなものを入れてるかっていうのは後で詳しく紹介するんですけど、こんな感じですね。結構ガサッとこんな感じで水入れてたりとか、まああのダウンジャケット入れてたりとか、そういうことをしています。まあちょっと出してみると、よいしょ、まあこんな感じですよね。はい、というわけでまずはこんな感じで用意してみました。意外とこの食料とか水とかは今のところ最低限しか入れてないんですけど、実際に東日本大震災の時とかも自衛隊の人がすぐ来てくれたりとか、住んでるところが結構街中で、で今は僕もそこそこ街中に住んでるんですけど、意外と食料って日本国内だったら割と手に入りやすいんじゃないかなと思っています。支給してもらったりとか、まあいろんな倉庫とかを開放してもらえたりもするので、それなりにね、まあ、最低限3日間ぐらいは何もなくても大丈夫的な感じで用意しています。まあ、そういう食料を大量に入れるよりは、まあ、軽い方がね持ち運びに便利かなと思ってこんな感じで選んでいます。それでは一つずつ紹介していこうと思います。はい、まずリュックサックですね。リュックサックは前にも動画で紹介してるんですけど、普通にユニクロで購入したものです。サイズ感はそんなに大きくないんですけど、割と安価だったのと、まあ、それなりに撥水加工もされてるし、まあ、肩にかかる重さもそんなに感じにくいっていうところでこれを選んでいます。で、まあ、一応食品の話もしておくとかなり最低限にしていて、でこの
5年間保存の効く2リットルのペットボトルと、あとまあカンカンに入った長期保存のできるビスコを用意しています。まあ、水に関しては経験上なんか飲料水以外は川で水を汲んだりとか公園だったり貯蓄槽みたいなのが多分近所にあったりするんで、そこから水をもらってくるという感じになります。まあ、飲料用の水だけ最低限確保できればいいかなと思って、まあ重いんでね2リットル分を1つだけにしています。まあ、ビスコは僕単純に好きなんですよ。まあ、飲料水は2リットルしかないんですけど、もちろん生活用水っていう意味だと全然それじゃ足りないんですよね。例えば体を拭いたりとか、まあ、食器を洗ったりとか、まあ、トイレを流したりとか、そういう時に水って結構必要になってくるので、まあ、最低限こういう感じのね貯水タンクというか水用のタンクがあると便利かなと思います。これは20リットル入るタンクなんですけど、かなりね小さく折りたたまるので、まあ、リュックサックにも入れておけるのがいいですよね。トイレに関してはタンクにね水を入れられる状態だったらそのバケツから水を入れて流すっていうのができるんですけど、それもねそれすらもできない時のために災害用携帯トイレを2つ用意しています。一応ね2日分というか2回分を2パック用意しています。災害の時に結構苦しいのってやっぱりライフラインが取れないっていうところだと思うんですけど、まあ、水と食品に関してはね、まあ、ある程度、まあ、川から水引っ張ったりとかこういう風に、ね、食品が調達できるっていうのは結構あるんで、まあ、なんとかなるんですけど、結構ね個人的にきついのがね停電というか電気がないっていう状態なんですね。特に夜とか真っ暗で何もできないってなると困ってしまうので、まあ、そんな時に便利なのがこういうアイテムですね。はい、これはパナソニックさんの強力マルチライトっていうアイテムなんですけど、これは結構便利だなと思って普通に個人で購入しているものなんですけど、まあ、何がすごいかっていうと 2way なんですよね。ここはいわゆる白色の LED ライトになっていて、まあ、辺りを照らすことができるし、でこっち側がなんかランタンみたいに使えて暖色寄りで部屋の中を照らすみたいな用途に使えるようになっています。まあ、実際に電源を入れてみると、まあ、こんな感じで明るさがね本当に6段階まで選べるんですけど、一番弱でこんな感じです。1、2、3、4、5、6っていう感じで6段階明るさが選べて、これめちゃくちゃ明るくなるんですよ。今ちょっと分かりづらいと思うんですけど、この上の部分が今光っていて、これも明るさ今1段階目なんですけど 1、2、3、4、5、6 っていう感じで、まあ、6段階ねかなり明るく部屋の中を照らしてくれます。これは普通に電池で駆動するタイプのもので、今3本のエボルタネオっていうパナソニックの電池が入ってるんですけど、まあ、それを入れて普通にこうやって明るさを選んで、まあ、ここを押すだけでオンにしたりとかオフにしたりとか、あとまあ切り替えボタンを押せばランタン部分が明るくなったり、もしくは両方明るく照らしたりっていうのができるんですよね。まあ、例えばこの状態で使う場合とかだと電池寿命はだいたい4時間ぐらいで切れてしまうんですけど、まあ、この一番弱のすごい弱いやつだとだいたい320時間ぐらい、だいたい2週間近く持つっていう感じですよね。この暖色寄りの方だとだいたいねこの明るさ今1なんですけど、この状態で2200時間持つそうです。2200時間ってだいたいもう100日近くですよね。でこれ三脚のネジがついてるんで、例えば自宅にあるようなこういう三脚に装着してこの状態で部屋の中でつけておいて、まあ、このぐらいで部屋の中を照らしておくっていうこともできるので、かなりね結構ガジェットとしても面白いアイテムなのかなと思っています。まあ、明かりで言うと、まあ、これがあればね最低限懐中電灯にもなるし部屋用のライトにもなるのでかなり便利なんですけど、まあ、難点としては片手がちょっと塞がってしまうというところですね。まあ、そういう時のアイテムとしてちょっと便利なのかなと思うのがこういうタイプのね首掛け式の LED ライトですね。これは普通のねコイン電池で明かりがつくタイプなんですけど、これは普通にシンプルでこのネック部分をまあ首からかけて中にボタン電池が入ってるんですけど、これをオンにすれば普通に点灯するっていう感じです。でこの点灯してるのを、まあ、こうやって首からかければちょっとこの映像だと分かりづらいかなと思うんですが、若干こう前方に向いてるんですよ。だからこうやってかけるだけで、まあ、足元のちゃんと 1.5 メートルぐらいを照らしてくれるっていう感じで、例えば停電とかで両手が塞がってる状態だったとしても、まあ、普通にライトで前を照らしてくれるので、まあ、こういうのも1個あるといいですよね。意外とこれ多分1000円ぐらいなんで、でこれ自体なんか物としてすごい面白いとかいうわけではないんですけど、まあ一つあると便利かなと思います。
で、あと災害の時って決まった季節に来るわけじゃないんですよね。真冬に来る時もあるし、まあ、真夏に来る時もあると思うので、まあ、この夏でも冬でも、まあ、対応できるように用意しておくのが結構いいらしくて、僕はそういう意味で簡易的なんですけど防寒グッズを一応購入しています。まあ、これはちょっと冬のレジャーとかでも使われると思うんですが、まあ、寒い時とか暑い時とかにこの熱を溜めたり熱を反射して逃がしたりみたいなのができるレスキューシートというものです。まあ、これ広げると体を本当にまとえるぐらいのサイズになるんですけど、冬とかにまとうとね結構あったかいんですよね。意外とこれ150円ぐらいで安いんですけど、結構ね体があったかくなるのでおすすめです。でこれの下に例えばこういう、まあ、持ち運びに便利なダウンジャケットが1個あるとかなりいいかなと思います。で結構防寒グッズって地味に大事な気がしてて、昼間は割と暖かくても夜寝る時に布団がないと意外と寒かったりするんですよね。一回野宿したことがあって経験済みなんですけど、まあ、こういうのがあることでちょっとはねそういうのが変わるかなと思って、一応まああのリュックに入るサイズぐらいなんですけど用意しています。であとまあ体を守る的な意味で言うとこういうのも結構便利で、これもまあわざわざ紹介するほどではないんですけど、これは雨具ですね。完全に雨を弾いてくれるビニールタイプの雨具で、まあ、上着のジャケットだけじゃなくてズボンもちゃんとあるタイプのものを選んでいます。結構服が濡れると熱を吸い取られるというか、かなり体力が消耗してしまうんで、これ結構重くて大きいんですけど、体の上半身も下半身も両方ちゃんと守ってくれるタイプのレインコートを用意しています。まあ、本当は多分ゴアテックスだったりとかすごいライトなアウトドア系のものを用意した方がいいかなとは思うんですけど、本当に毎年使うとかそういうわけではないので、最低限体を保護してくれるこの防水アイテムを用意しています。あとまあ別にそこまで紹介するものでもないんですけど、普通にこういう厚手だけど軽くて小さくなるタイプのサンダルを持ち歩きます。さすがに災害時とはいえ靴も履かずに外に出るっていうことはね本当になかなかないんじゃないかなと思ってて、だけど外に出たけど雨が降ってるってなったら靴が濡れちゃうじゃないですか。そういう時でもまあ対処できるようにこういうサンダルみたいなのは1個入れておこうと思います。まあ、という感じでライフラインのところとか、あとまあ体を守るみたいなところは簡単に紹介しました。で意外と災害とかってやっぱり二次災害というか、その災害直後っていうよりかはその後が結構長かったりするんですよね。本当に日常に戻るまでに、まあ、早ければ1週間とかで戻れるんですけど、まあ、長ければ本当に長くなってしまうっていうこともあると思うので、一応情報収集的な意味でこういうのもあったら便利かなと思います。これはね手回しのラジオ兼充電器兼あの LED ライトというか懐中電灯になるものなんですけど、これ結構僕実際に持ってみてびっくりしたんですけど、意外とね今の時代ってこんなコンパクトなんですよ。まあ、これ僕ちょっと前にネットショッピングで購入したんですけど、購入する前はねイメージ的にはこのぐらいの大きさだったんですよ。でも実際に届いてみるとこのぐらいのサイズで結構これびっくりしました。これはパナソニックのアイテムで、せっかくなので紹介していくと、普通にまあ筐体としてもコンパクトでかなり可愛らしい感じなんですけど、モノラルスピーカーが2つついていて、ちゃんとラジオが聴けるようになっています。でもこんな感じで選曲するときは普通に数字で選べて、でこの上の部分を見ていくとちゃんと選曲がこういう風にできるようになってて、 FM、AM ちゃんと選べて、割とね災害時でも電波を拾いやすいっていう感じになっているそうです。まあ割とねクリアな音声でちゃんと聞けるし、でもちろん、まあ、手回しで充電ができるんで、こうやってね充電するタイプなんですよね。まあ、こうやって手回しで発電していくんですけど、1分間ぐらい手回しで回すとだいたい14分ぐらいラジオが聞けるそうです。まあ、オールナイトニッポンとかよく聞く人だったら10分ぐらい回せばオールナイトニッポン聞けるのかなと思います。はい。でまあ一応ねこのあたりはおまけ機能的な感じなんですけど、ちゃんと USB ポートがついていて、まあ、0.5 アンペアぐらいの給電に対応してるらしいです。まあ、最近のスマートフォンだと電力的にあの急速充電とかそういうのは難しいと思うんですけど、バッテリーが切れる前に接続してちゃんとぐるぐる回しておけば最低限は充電できるんじゃないかなっていう感じです。でもちろん手回しだけじゃなくて、こんな風にちゃんと単4電池3本で駆動するようになっています。最初は電池を入れておいて、電池が切れたらまあ手回しして発電するっていう感じがいいのかなっていう風に思います。ライトも照らせるし、こんな風に手回しというか自分の力だけで電力が起こせて、でまあ本当にね予備程度なんですけど、スマートフォンとかも一応充電的な感じをして、まあちょっと通話するとか助けを求めるぐらいだったらできると思うんで、このコンパクトさにいろいろ詰まってるんでガジェットとしてすごい好きです。はい。
まあ、基本的にはみんなモバイルバッテリー持ってたりとか、いつも使うバッテリーで大きいものを持ってたりとかすると思うんですけど、まあそれがなくなった時用に一応ねこういうのも常備しておくと便利なんじゃないかなと思います。これは何かっていうと乾電池で動くタイプのモバイルバッテリーですね。最近本当にねこういうスマートフォンもパワーが必要になってきて、あんまりこう電池で充電するっていう感じではないんですが、まあ最低限ね本当にモバイルバッテリーの充電がなくなった時とか、それじゃちょっと長期戦はやばいってなった時に、まあこういう電池式のものがあると便利だなっていう感じです。まあ実際にちょっと開けてみようかなと思うんですが、よいしょ。まあ、Nループとか充電池で使えるのはもちろん、こういう普通に売ってる、まあ、10年間の保存が効くような乾電池4本で駆動するっていう感じで、これをこの状態でセットして、これを普通にいつも使っているスマートフォンに接続して、このモードっていうところで電源を入れると、ほらこんな感じで充電ができるんですね。バッテリー容量が 2700mAh のスマートフォンで、だいたい 0.5 回から0.7 回ぐらいが充電できるようになっているそうです。で、僕は結構ね心配性なところがあるので、こんな感じで20本入りのエボルタを用意して、部屋の明かりが必要な時にはこっちのランタンというか、こういうアイテムで電池を使って、まあ、ちょっとねツイッターやったりとか生存確認とか、まあ、ネットの情報を知りたいっていう時には、こういう風にこのモバイルバッテリー経由で、まあ、バッテリーを充電するっていうのも結構ありなんじゃないかなと思います。結構ねモバイルバッテリーが主流になってきた今だと、乾電池って結構レガシーなアイテムというか、もうなんか古いよねみたいな雰囲気はあると思うんですが、意外とねやっぱり災害だとまだまだ強くて、これ10年間この状態で保存可能っていうのもあるし、あとまあ電気シェーバーでも使えたりとか、意外とこう電池で使えるアイテムってたくさんあるので、一つねこういうパックで持っておくとかなり電池も便利かなと思います。あとはまあこういう小物ポーチみたいなのがあります。まあ簡単になんで紹介しておくと、まあ、こういうものを入れてますという感じです。僕避難所生活はしたことがないのであんまりわかんないんですけど、大勢の人が一緒に寝るところってね、結構いびきだったりとか明るすぎたりとか、そういう環境が辛かったりするんですよね。なので旅行の時とかいつも持ち歩いてるんですけど、こういう耳栓とあとアイマスクを一応こういう防災バッグにも忍ばせています。これはかなり頑丈なパラシュートの生地でできたエコバッグですね。旅先でちょっと災害に遭うとか、そういう時のために一応こういう笛があると便利かなと思います。この笛結構面白くて、中を開けると、例えば万が一僕が災害に巻き込まれてどうしようもなくなったっていう時には、ここにね名前とか生年月日とか住所とかを入れておけば、まあ、身元が判明しやすくなるかなっていう感じですね。あとこれは普通になんか紙に見える感じのポリエステルかなんかでできたお財布なんですけど、普通にね現金を 1,2 万円とか持ち歩いておけば、災害の時も結構便利なんじゃないかなと思います。災害の時ってやっぱり電気が動かないんでカードが使えなかったりするんですけど、こういう予備の財布の中に現金を入れておけば、最悪個人商店だったりとか、まあ、ちょっとタクシーに乗ってどっか別の街に行くとか、まあ、あとどっかで見たんですけど、あの現金を持ってたことによって自転車が購入できたんで、数十キロ離れた自宅までその現金で買った自転車で帰ることができたとかね、そういう話も聞いたりもするんで、一応現金は持ち歩くようにしています。で、あとこれはボンペイサファイアですね。はい、というわけで今回僕の防災カバンの中身を紹介してみました。まあ、もちろんこのカバンの中に入ってないもので、まあ、重要なものってたくさんあると思うんですけど、例えば着替えとかシャンプーとすんのとか、まあ、軍手とかちゃんと入れといた方がいいよみたいな話とかね、もちろんあったりすると思うんですけど、まあ、基本的には自宅に置きっぱなしで、そういう二次災害で役に立ちそうなアイテムをまあ選んで収納しています。まあ、最低限僕の場合はこれと、あとスマホぐらいがあればなんとか外部との連絡も取れるんじゃないかなっていうことでこれを用意しました。まあ、特にやっぱりあの宣伝するっていうわけではないんですけど、そのラジオで情報を収集するとか、まあ、例えばモバイルバッテリーのリチウムイオンバッテリーとかだと、なんかこう数年間充電しておかないと空になって使えなくなってしまうっていうことも結構あるんですよね。まあ、毎日使う分にはかなり便利なアイテムなんですけど、その何年間もカバンの中に入れっぱなしで常備しておくっていうことは難しいので、やっぱりこういう使用期限が10年とか持つ乾電池とかを入れておいたり、その乾電池で使えるモバイルバッテリーみたいなのが一つあると結構ね便利かなと思います。一応そういう動画なので最後の方にもちゃんと言っておきます。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にも、ガジェットのレビューとか、普段は人のカバンの中身のインタビューとかもしてるので、ぜひチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いします。
それでは次の動画でお会いしましょう。トモログでした。